どうも、こんにちは。速稼塾の久保です。今回ね、私がどんなコンサルをしているのかってことをファンダメンタルに基づいてメモを読みながらお話していきます。通常のコンサルもこれと同じような形で進めてますんで、きっとですね、今までにはない数ヶ月先の展望まで見えると思います。それではね、メモはちょっと荒書きなんですけども、私が解説をつけてお話していきますので、十分理解できると思います。本日は1月2日ですけども、じゃあこれからの見通しがね、どのようにあなたの資産に関わってくるのか、まあ予言を見るような感じで、ここで確認しておいてください。コンサルは過去4年間行っていますけども、この手法で私はコンサルをさせていただいて資産を増やしまくっています。で、私自身の資産が増えているというよりもコンサルを受けている人の資産が増えているんですよ。ここをね、今回頭の隅に入れておきながら聞いていただきたいと思います。それではメモを読みながらお話していきますね。まず2024年なんですけども、もう4月の話を私させていただいております。4月26日金曜日なんですけども、日銀のマイナス金利が解除になる見通しです。ね。解除にならなかったらどうするんだって言われそうですけども、多くのアナリストの見方からこのように組み立てていて、もうすでに資金の準備がされてるってことなんですよ。で、これはファンダメンタルなんで、テクニカルには全く出てこないでしょ。つまり、情報を掘り込んで掘り込んで、内部にいる人間にリタッチして、その方の、まあお話を聞いてですね。で、あらゆる方面からそれを、裏付けを取って、ここの一行になってるんですよ。ですんで、相当なことがない限り、これ外れません。まあ、インサイダー情報ではないんですけども、ほぼそのような感じです。で、こういった情報にタッチできるかどうかっていうのが、テクニカルトレーダーから、ファンダメンタルトレーダーへの、一つの大きな道のりになっています。テクニカルの技術を身につけるのも、まあ一つね、大変な部分があると思いますけども、ファンダメンタルのこの情報にたどり着く能力っていうのは、それとは比べ物にならないぐらい難しいです。はい。でね、マイナス金利解除の理由なんですけども、3点まとめさせていただきました。一つがですね、3月15日が春闘ってあるでしょ？今までこんな話してこなかったでしょ？で、春闘の集中回答日なんですよ。で、この時に、岸田総理が言われているような、まあ、これはね、大企業中心になんですけども、賃上げがほぼ決まってます。で、イオンもね、従業員さんの給料を 7% アップするということになってるでしょ。これ、従業員さんの給料をアップすると、それに応じて法人税の減税という特典がついてくるから、だから大手企業はこれをするんですよ。中小零細企業は従業員さんの給料を上げる原資がないんで、ここにはついてこれません。ですんで、高い法人税をこれからも払うってことになります。ちょっと余談になりましたけども、春闘っていうね、こんなのは大企業だけですよ、こんなのは。で、どちらにしましても、そういった大企業の賃上げがほぼ決まるっていうのが一つのマイナス金利解除の理由になります。なぜか、二つ目です。賃上げの実現に関して 2% のインフレターゲットが実現の見通し。つまり、春闘によって賃上げがほぼ決まるでしょう。これはね、見込みですけども、ほぼ決まります。で、二つ目は、それによって、インフレターゲットが達成されるという見通しが、これも実現されるわけですよ。で、3つ目につながるわけです。4月は、四半期ごとの展望レポートが発表される月なので、これも展望レポートってのは、ファンダメンタルの中にあったでしょ？カレンダーとか私たまに読むでしょ？週に1回とか。今週の展望みたいな時に。あれですよ。四半期ごとの展望レポートが発表される月なので、このレポートと金融政策をセットにして、マイナス金利を解除しましたっていう説明がしやすいんですよ。つまり、マイナス金利を解除するだけの方便が整うってことですよね。そのタイミングは4月26日金曜日のマイナス金利の解除の発表につながるってことになるんですよ。これ全部ファンダメンタルですから、チャートを見て答えるもんではありません。むしろ逆にチャートなんて全く見ずにこの結論にたどり着くわけなんですよ。ここまでよろしいですかね。ちょっと難しいですかね。はい。まあこれはね、多くの、私のね、コンサルの中のたった一部ですから、これに乗ってエントリーするかどうかっていうのは選択の問題になってきます。他にも美味しいポイントっていうのをたくさんね、紹介してますんで、資金があれば全部貼ってください。資金がない方は重要度に応じて貼っていく。もしくは自分がこれなら理解できるよねってものから順番に貼っていくってことになります。テクニカルトレードで言うと、水曜日が一番簡単ですよっていうふうに言うことができますけども、その水曜日の難易度に応じた情報だと思うものから貼っていってくださいってことですよね。はい、じゃあもう一個解説しておきましょうか。2024年のドル円の相場の見通しです。FRB、アメリカの側からと日銀の側から、双方面で説明させていただきます。
FRB ですね、まずね、3月20日の会合から利下げ開始が概ね決まってます。これね、確率で言うと7割から8割ぐらいの確率で、今年の3月20日から利下げが始まります。これ昨年から事あるごとに発表がありましたよね。おそらくこれ変わらないでしょう。そうなるとどうなるかっていうと、アメリカの10年債の価格も下がります。現状今ね、1月2日の時点で3.9%を確認してます。で、これ実はピーク時5.0%だったんですよ。その時、日本では何が起きたかっていうことは後ほど説明しますね。で、この5.0%のピークから現状の3.9%まで1.1%の差分っていうのはドル円レートで10円に相当してるんですよ。ね。後で解説するって言ったことをこれから解説します。実際、アメリカの10年債が5%の利率だった時に、ドル円のレートってのは150円から152円をうろうろしていて、特殊レンジだとかね、特殊トレンドだっていう言葉を私は言ってましたよね。介入に警戒しましょうみたいなこと言ってましたよね。その時点ではそうだったんですよ。で、あれから価格が落ち着いてきて、現在142円とか、そのあたりうろついてます。現在額は140円少々でしょ。だから10円変わったんですよ、1.2%で。で、つまり、このぐらいの利下げが起きるとされる3月20日には、これがね、今度は140円前後だった価格が130円前後に落ちていくっていうふうに単純な計算が成り立つんですよ。これは分かりやすいでしょ？だから、アメリカの金利が1%変わると、ドル円でいうと10円のインパクトがあるっていうことです。こんなことを考えながらテクニカルではトレードしませんよね。だからファンダメンタルなんですよ。次、日銀の側から見てみましょう。日銀、1月23日と3月19日に会合があります。これも1週間の展望の中でよくお話してますけども、こういうふうに考えることができます。1月23日と3月19日に会合があるけども、どんなことが発表されるのかなと。長々とした記者会見ですけども、言いたいことっていうのはたった5秒か10秒で終わりなんですよ。で、結論としてまだこの日はね、実現してませんけども、この両日で政策の変更はありません。つまり、植田総裁は金融緩和を粘り強くやっていきますってことを言うでしょう。だから1月23日、3月19日、特に大きな発表はないです。ただし、これからも政策の発表がありませんよっていうことによって、円安に触れることは否めません。この2つ、1月23日と3月15日、何が起きるかっていうと、この両日で2、3円前後の円安方向へ、つまり倍への期待が生まれるんですよ。だから私はこの日っていうのは、日銀の政策が発表されるときに、植田総裁がね、記者会見するときに、倍でエントリーしますね。で、同時にこれは戻り売りのチャンスにもなります。一旦は倍の方向に行きますけども、結局ね、これがセルの方向にすぐに移っていくんですよ。ですんで、倍で取ってすぐにセルで、さらに取るというふうな戦略がここで組み立てられます。1月2日の段階でもうすでに3月19日までの戦略が思いつくってことなんですよ。まあ、あと1月23日とね、この2つですけども。だから1月23日と3月19日は私はなるべくスケジュールを分けて、この日には何の予定も入れずに張り付いていようと思いますね。で、先ほどもちょっとお話しましたけども、このバイへの方向転換っていうのは、同時にこれは戻り売りのチャンスなんですよ。実際に12月19日、もう覚えてらっしゃらないと思いますけども、この日もね、バイの方向に動いたんですよ。日銀総裁が顔を出して喋った時に。で、144円の95あたりから強烈な戻り売りがあって、どんどんね、セルの方向に進んで、結局2円ほど下落していって、今の価格になっているってことなんですよ。ね。で、最後になりますけども、1月23日と3月19日はドル円で売、さらに戻り売りでセルをタイミングよく行っていくこと。だから私はこの2日間っていうのはもう張り付くことを今の時点で決めてるんですよ。ね。この時点で130円に、なるかなっていうところですから、140円をね、超えた時点で戻り売りのチャンスが来たというふうに考えることが肝要です。まあ、つまり、1月23日なり3月19日、これ138円とか139円の値をつけてる可能性があるんですよ。そうなったら、ドル円で倍をかけて140円を超えた時に、すでにもう利確してセルのポジションを入れておきましょうっていうことなんですよね。それをセルを仕込むことを忘れないようにというふうにメモをして、コンサルを受けてくださっている方にお知らせしたところです。あとは資金の問題ですね。資金とその資金を操る精神力の問題ですけども、今まで私のコンサルを受けた方は、相当な自信を持って今回のコンサルに、応じてくれると思いますんで、この時点でね、やっぱり10万単位の利益を上げるというふうに目標を立てるんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ10分ほど話しましたけども、もうこんな形でね、コンサルの方は進めております。だから数ヶ月先のもうすでに、回答用紙を出してるわけですからね。で、変更があればその都度、前回の変更はありましたよっていうことをお知らせしますけども、大体変更がありません。こんな感じで、金融ってのは大きな方向性は長期ですでに決められてるんですよね。で、テクニカルってのは、所詮、1日の間で、ランダムウォークと、今お話したファンダメンタルの間を取っていくっていう作業なんですよ。ですんで、偶然にも任せられないし、長期の展望っていう情報の分析もいらないんで、最も初心者に向いてるのが、このテクニカルトレードなんですよね。だから、ここを攻略して、一定の年収は稼ぐことできますけども、もうちょっと先にいたかったらね、今回お話したようなファンダメンタルにもちょっと手を出していくってことになると思います。同時に材料も全部取れるようになります。じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。